ヘアサロンでフォーエバールークスの斉藤です。よろしくお願いします。今日はコームのちょっとした扱い方でリピート率が変わるっていうのを、お伝えしたいと思います。で、実際に今日モデルさんにも来てもらったので、どんな感じがこう痛いかとか、不快に思うかとか、そういうのも実際に見せていけたらなと思います。で、実際もう普通になんかカットしないでこうコームをこう通すだけでも、意外となんかこの耳に当たると多分痛かったり不快だと思うんですよね。これってこうなんか痛くない？痛いし、それ結構不快でしょ。こうそうですね、何回もされる。そうですね、ナチュラルにこうやってやるけど結構痛いよね、耳に当たったりとか。で、お客さんはなんか耳に当たって痛いですとか絶対言ってくれないんで、それがなんかその一番最初じゃカットするときから帰るまでの間に何回もあると、多分それだけでなんだろう、イライラポイントというかちょっとした不快ポイントが、多分ちょっとずつ蓄積してると思うんですよね。なんか微妙にたまんない、そういうイライラというか。そうですね、というか、まあなんかどうせまた痛いんだろうなみたいな、で多分感じで、思うと思うんで、だからやっぱり最初みんなそのカットの練習するときとか絶対になんかそのコームを優しく当てて耳に当たんないようにこうコーミングしてくださいって教わったと思うけど、なんかこう慣れてきたりすると絶対その辺が雑になってくるんで、まず耳にコームを当てないみたいな感じで気をつけると、不快ポイントが一つ減るのと、であとこういう感じで意外とコームの当たりが多分強い美容師さん結構多いと思うんですよね。実際なんかこうやってこう当たって痛いみたいな、意外といない、こう痛い人、こうコン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 当たってんだよみたいな、でこうやる時も実際痛いみたいな。で、実際多分売り上げが高くなってくる人ほどそういうところは気にしているはずなので、絶対上手い美容師さんほど痛くないし気遣ってると思うんですね。こういう、耳もそうだし、このコームの当たり具合でも、それは本当になんかもう明日からでも多分全然変えれると思うんで、常にそういうところは意識した方がいいかなと思います。で、うちのスタッフにも、よく言ってます。で、カットチェック受けてスタイリストデビューするスタッフとかには ものすごい細かく言ってます。カットラインも大事だけど、もうやっぱりこういうコームの当たり方とか、しかも当たってなくても今度はこうちょっとこうしてなんかこういう感じでスライス取ろうとしてる人とかも多分いると思うんで、本当に優しくなソフトにしてあげるとやっぱりリピート率ってすごい変わってくると思うんで、明日からぜひ気をつけてやってみてもらえればなと思います。次は、カット、そのセニング使うときに、ちょっと左手を、みんなどうしてるかっていうようなのを、話させてもらえればなと思います。